でこれが前回話しきれなかった部分の補完なんですけれども、ではその仏様の人生っていうのを振り返った時に、まあ、私たち仏教徒は仏様の教えに従って生きているわけですけれども、その仏教の特徴というのは、まあ、他の宗教と比べたりとかですね、まあ、どういうところに特徴があるのかなっていうことを少しちょっとお話ししたいと思います。まず一つ目がですね、キリスト教における聖書やイスラム教におけるコーランのような、これだけを見ましょう、読みましょうっていう唯一の聖典がないってことですね。で、これは私たち の日蓮宗のお坊さんであるとか信者さんにもよくよく共通する部分であるんですけども、お経ってもう8万3000って言われるぐらいですね、もう本当に数多くのお経がありまして、で、ま、なんでそんなにたくさんのお経があるのかって話はちょっと後でするんですけれども、とにかくまず一神教でないっていうところも特徴的ではあるんですけれども、聖典に関してもこれだけを読みなさいっていうものがないんですね。で、この下にちょっと解説を加えてるんですけれども、お釈迦様は晩年までの間教えを説く相手の立場や能力、もう王様からもうそれから奴隷の人まで様々な人たちに、お説教していたので、まあ、相手 の理解力が違うし、あとインドは12個の言語があるって言われてるんですけれども、まあ、言葉も違うから その話の内容を変えていかなきゃいけないっていうことがありますけれども、まあ、相手に分かりやすい伝え方をしていた、相手がどうやって理解できるだろうかっていうことをね、すごく考えてた方なのかなと思います。でその理由の一つがですね、これ面白いんですけども、お釈迦様が所定法輪をする前に一人お説教しようとした方がいるんですけども、それが相手が聞いてくれなかったんですね。最初のお説教失敗しちゃったんですね。だからこの最初失敗するっていうのはすごくこのお釈迦様の説教の仕方っていうのが考えられてるのかなっていうふうに思います。要するに相手が何を聞きたいのか、相手がどういう話し方であれば理解できるのかっていう相手が中心なんですね。でこれ随時っていう言うんですけれども、随対ですね、間違えました、随対、相手に従うですね。でこれ意は心ですね、相手の心に従って、お説教をする。で晩年は随時の教えを説いた、自分の心に従って教えを説くですね、はい、っていうことで、お経の内容、仏様のブッダのですねお説教のやり方も晩年は変わってきてます。でその話は確か前回しましたよね、金子さん知ってますよね。法華経っていうのがその最後の旅をするにあたってすごく説教のお説教の仕方を変えたっていう話してますよ、ね、はい、したと思います。まあ、簡単に言うと晩年はだからみんなのレベルがすごい上がってきてしまったので難しい話も理解できるだろうっていう前提に立っての話なので、まあ非常にレベルの高い話だったっていうことです。で、こっちの前のスライドでその唯一の聖典はないということなんですけど、じゃあ仏教の聖典どういうものがあるかっていうと、これ一例です。全部書けない、ここの表にも入らないです。で、上座仏教系っていうのがいわゆる保守派の仏教ですね。下の大乗仏教系っていうのが私たち日本人の持っている仏教もそうなんですけれども、いわゆる大衆派と呼ばれる仏教です。で、こっちの上座部仏教っていうのがいわゆる歴史的に言うと最初の方に成立した仏教の経典です。一つずつ言いますと阿言経、大蔵経、法華経、慶州、スッタニパータっていうのがあるんですけれども、この阿言経っていうのが、まず、アーガマって呼ばれるんですけれども、まあ、その仏様の教えっていうのをまあ忠実に伝えていこうっていうもので、作られてます。で、大蔵経っていうのが全部含めてる、教えと戒律と
そこら辺が全部含まれているものですね。だからものすごい長いらしいです。で北極は戒律とか決まり事とかこういう風にやった方がいいよっていうものを書いてあるわけです。で慶州スッタニパータっていうのは今の日本人でも和訳で読めるんですけれども、まとめ集みたいな感じですね、ブッダの言葉の大事な部分のまとめ集。例えば有名な言葉だと、鞘を角のように解いて回れ、まあそのなんていうんですかね、心を揺さぶられないでまっすぐな気持ちを持って人に説教しなさいとか、あとお説教するときは布教するときは一人で行きなさいっていうようなことが書いてあったりするんですね。これもちょっとキリスト教の教えと比較すると非常に面白いんですけれども、で次、大乗仏教系なんですけれども、これも初期中期後期で分かれています。で初期っていうのが後でお話しするんですけれども、まあ保守派の仏教系と、大衆派の仏教系でこう分裂してしまうんですけれども、その分裂した後の最初の方に成立した大乗仏教系のお経がこの初期にあたるものです。で、般若経、浄土三部経、華厳経、法華経、今の日本人の私たちにとっても馴染み深い経ですね。ですから聖徳太子の時代の時に、まあ、こういう仏教経典大事だよっていうふうに輸入されてきたものが、まあ、今でもきちんとその、継続してこれ大事だよっていう情報として伝わってるということです。で、中期が涅槃経、昭満経、良伽経、下旬密教で、まあ、この密教が入ってくるんですね。密教は今ですとチベット仏教とかを中心とする、まあ、これもその当時でいうと新仏教です、こっちのだから初期の宗教のがまだ古いんですね。ですから、密教の方は今の私たちから見るとちょっと古い宗教のように思えるんですけど、当時でいうと新しい仏教、新仏教のに入ります。密教だと大日如来とかそのお釈迦様以外の仏なんかが出てきて、他の仏様が信仰されていってしまうっていう、なんかちょっと今の私たちから見るとちょっと 変な方向に行っちゃったのかなとか、あれこんな仏って歴史上いたっけみたいなのがなんかニューフェイスが出てくるみたいな世界観があります。で後期が、大衆教、地蔵、住林教、大日教、ここさっき大日教の話しましたよね、あと金剛朝教というのがあります。で、今回はですね、この名前と意味を覚えてもらうっていうよりも、まあ、これだけたくさん の聖典がありますと。で、ちょっと一個戻るんですけど、まあ、このキリスト教における聖書やイスラム教におけるコーランのような唯一の聖典はないっていうところをちょっと伝えたくてお話しさせてもらってます。だからいっぱいあるっていうのをちょっと今日はイメージしていただければと思います。